皆様ごきげんよう今日は令和4年12月9日金曜日です今日は毎日毎日を生きていくにあたってその心構えみたいなものをちょっとだけお話ししてみたいと思いますいくつかねあると思うんだけども俺が ここ数年考えているのはね、テンションを上げない、モチベーションを高めないっていうことかな。よくね、モチベーションを維持するにはどうしたらいいですかとか、テンションを上げていった方がいい結果になるんじゃないかとか、 そういう考え方ってあるじゃないですか世の中的に私もかつてはモチベーションを高いところで維持していた方がいいんじゃないかいいっていうのはより結果にね結びつきやすいんじゃないかというふうに考えておりましたなので 自分なりにモチベーションを高める工夫っていうのを考えてたのね。でもねある時ね高まったものはいつかは低くなると。山あり谷ありだよね <laughs>、うん。 でそれはそれでいいんだけども山あり谷ありまた山になってまた谷になってってその繰り返しねそれはそれでいいのかもしんないんだけどっていうかまあ俺そんなものかなと思っていたんですよ人生っていうかあの生きていくっていうことはけどねこれってね山あり谷ありだと 効率が悪いんだねいろんな意味で、うん、その実際のパフォーマンス的にもあと気持ち的にもだからできるだけ行っての方がパフォーマンス的にも気持ち的にもいいというふうなことが自分で ある日分かりましたなのでそれ以来テンションは上げないモチベーションも高くしないというふうに決めましただからどういうことかっていうと毎日毎日を淡々と粛々と自分が決めたっていうのかな自分の持っている志に向かって 毎日あるいはその1時間1秒、ね、そういう瞬間瞬間をかっこよく言えばね淡々と粛々と過ごしていくやっていく進んでいくというふうにしておりますこの方がねうんいい感じするね 気分的にもパフォーマンスがまだちょっとわ <laughs> かんないんだけどさうんね、うん、けれども心持ちっていうのはだいぶぶれなくなりましたね。今日はそんな一般によく言われていることと逆の方がいいこともあるよみたいなお話なのかな。 してみましたそれではまたお会いしましょう See you